皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特異の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。パピヨンは作出の過程でスピッツやチワワと交配されてできた犬である。答えは丸です。立ち耳のスピッツと交配して蝶のような大きな立ち耳を持つようになり、チワワと交配してサイズが小さくなりました。初期のパピヨンはシングルコートだったようですが、スピッツのとの交配でアンダーコートを持つようになったと言われています。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。